ジェシカ・アルバファミリリーーヒストリードラマ「ダークエンジェル」でブレイクし映画「シンシティ」などで活躍している女優のジェシカ・アルバ。 実業家としても成功している彼女は、夫で映画プロデューサーのキャッシュ・ウォーレンと3人の子供たちとの時間を大切にしています。ジェシカは2004年に映画「ファンタスティック・ス4超能力ユニット」の撮影で、監督のアシスタントを務めていた3歳年上のキャッシュと出会い、交際をスタート。 2人は2007年12月に婚約し、2008年5月に結婚、2008年6月に長女のオーナー、2011年8月に次女のヘイブン、2017年12月に長男のヘイズを授かりました。2022年5月、ジェシカはキャッシュとの結婚14周年をインスタグラムで報告。 この人生を一緒に送りたいと思う人はあなた以外に考えられないと記念日を祝福しました。3人の子供たちはジェシカの SNS に頻繁に登場。長女のオーナーは現在14歳、成長期を迎え、すでに身長約1 7 0センチのジェシカの背丈を超えています。 オナーは2022年6月に中学校を卒業しました。現在11歳の次女のヘイブンは2022年6月に小学校を卒業。ジェシカが投稿する TikTok のダンス動画や YouTube チャンネルにたびたび出演しています。 長男のヘイズは車が大好きで、2022年のハロウィンにはキュートなモンスタートラックの仮装を披露。ヘイズは先日5歳の誕生日を迎え、ディズニーランドでバースデーを祝いました。一家は昨年、2匹の犬、ドリーとルーシーを迎え、さらに賑やかに。 感謝祭やクリスマスなどのイベントを一緒にお祝いし、家族の絆を深めていました。